朝7時、静かな事務所の片隅からキーボードを叩く音が聞こえる。高島博士、63歳。彼は現在社長職という立場であるが、インターネット上のホームページ、ブログの管理人として自社製品を PR するスポークスマンでもある。出雲螺旋環工業はフレキシブルチューブ、ベローズという産業向けの金属製パイプを製造している企業である。フレキシブルチューブの方は家庭用でしたら、湯沸かし器のところなんかには使ってますし、工場なんかに行ったらパイプ配管なんかがあるところに結構使われてるんですけどね、気がつかないだけなんで、あちこちにあるんですよ。でベローズっていうのはこういうふうに機械の振動やパイプラインの熱膨張をここで吸収とか言うんで、ベローズに関してはあんまり普通の人が目につくってことはめったにないですね。うちができたのが10年前なんですけれども、先代がフレキシブチューブだけしかやってませんでしたんで、で卸専門だったもんですから、なんか新しい製品がないかなって考えてた時に、たまにうちらもベローズをお願いしてた会社が後継者がいないんで、1年後にもう廃業するんで、もしあれだったら機械もあげるからやらないかっていう話が、ね、飛び込んできましてね、機械と従業員を3人、引き継いで、それでやりだしたのがベローズとの出会いです。ベローズに将来性を見出し取引先を求めていた頃、会社は重大な事態に直面する。ベローズを、前の会社が取引していたところが、取引してもいいよってことで会社見学に来たんですけども、うちの会社へ来て見た途端に、あまりにも誇りもあるけど工場で、これではとてもじゃないがベローズを取引はできないって言われましてね。工場が汚い、このままではダメだ、整備はもちろん社員のレベルも向上させよう。高島は思い切った社内環境の整備を決断した。最初はビデオを変えてきましてね、この工場のあれとか、そういうようなことのビデオを毎週毎週見させて、気持ちをこうだんだん高めさせていって、そうなってきたんで、それだったら今度は売っていくのにまず一番の ISO をよそが取ってないうちに取ろうというふうになったんですよ。通常 ISO 資格取得はコンサルタントなどを通じて取得するもので、当時1000万円以上かかっていた。とてもじゃないがそんな予算はない。高島は全て独学で勉強し、社員と共に取得を目指した。そして2000年2月、ついに ISO9001 の認証を受けるのである。 ISO の取得は大きな自信になり、技術の向上にも役立った。その後資格取得を奨励し、手当も支給。現在社員全員何らかの資格を持っている。社員の中でも創業以来の熟練工金綱博士は大阪テクノマスターに選ばれた。認定されたっていうことはね、本当に私自身も自信になりますし、また次にね、それに向かって作業される人も目標になるんじゃないかと思っております。私認定されたのは溶接の方ですけどね、今はこちらの液圧ノベローの方を担当させてもらってるんですよ。だから、これだったらこの会社で一番だっていうように今は目指して、またそういう機会があればぜひともチャレンジしたいと思います。その後業界の展示会にも積極的に出展し、取引先を拡大していった。そして高島が次に取り組んだのがインターネットであった。ネットのことを少し勉強しようかなっていうぐらいの感じで最初はその講習に行ったんですよ。
で講師に行った途端に先生が今の時代はネットだよって言われて、それだったらじゃあちょっとネット力を入れてやってみようかっていうことでスタートはしたんですけどね。でホームページをきっちりやり替えて、でやり始めると全く今まで問い合わせとかいうことがなかったと思う。リニューアルした途端に注文まで入ってくるようになりまして、それだったらじゃあ本格的にこっちに力を入れて会社と製品を知ってもらおうっていうんで、ホームページには力を入れ始めたんです。 IT に熱心な関西の経営者が集う E 製造業の会の会員となる。その頃ブログの存在も知った。ブログっていう言葉自体が全くそのセミナーで言ってた時には分からずに、ああそういうものがあるんかっていう感じでね、まあとりあえずやろうということで、書き始めたんですよブログは。だからもうブログを最初書いてること自体は社員にもしばらくの間は黙ってたんですよ。ところがこうブログ書き始めるとこうコメントが入ってきたりして、あこれ面白いなっていう感じでだん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 入り込みまして、毎日書くようになってたんですけどね。現在運営しているブログ、ホームページは全部で5つ。社員の評判も上々である。ものすごく勉強してるなと思ってるんですけどね。そうですね、結構取引先の方で見てる人も多いらしくて、やっぱそういうことがちょくちょく話題になったりします。まあ、うちの会社、まあ、ISO を取ったり展示会やったりとかいうこと自体でもだん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 元気は出てきたんですけども、本当に極端にこうなってきたっていうのはこのネットをやり始めて、今まで自分たちがそのもう夢だった、とてもじゃないけどうちらが相手にできなかった一流の大手さんが向こうから来るっていうふうなことが毎日毎日営業の者がそれを感じてきてるんですよね。そういうことですごく社員自体もなんか夢がある会社やればそういうところとできるっていうこと自体がなんかだんだんその気持ちの上でみんな元気になれていけたのがこう元気になってきたのかなっていう気もします。もちろん実際に商品に触れてもらい生の声を聞くのも大切。しかし幅広い人々とのコミュニケーションツールとして水元螺旋環工業はますます元気に羽ばたいていくことだろう。